これまでのお話。ユキちゃんの正式加入でこれでライズも4人に。新生ライズ、気持ちも新たに頑張ります。うん。日和さん、曲の打ち込み終わりました。ありがとう、ユキちゃん。サキさん、次の試合のフォーメーションを考えてみたんですが。ふむふむ、いいですね。今日の練習で試してみましょう。シートにまとめておきますね。スミカ、基礎トレメニューの件なんですが。ああ、はいはい、基本はユキノの案でいいと思う。じー、うん、あ、どうかした？ああ、いや、ユキちゃんとスミちゃんは仲いいなって。ああ、呼び方ですか？そういえば、なんかこうだね。スミカ様だけ少し違いますね。特に意識してなかったんですが、スミカは、なんでしょう、バッテリーですし、遠慮していられないというか。わかる。あ、別に日和さんやサキさん、ののさんに遠慮があるわけではないんですよ。大丈夫、わかるよ。スミカはなんか呼び捨てしたくなる感じ。それはあるかも。うん。それで言うと、サキさんも私には丁寧語でなくていいですからね。チームメイトですし、私の方が後輩ですから。ああ、そうですね。話してるうちにちょっとずつ敬語が取れてっちゃうかもですが。はい、楽しみにしてます。ユキさんも私たちの呼び方は変えたくなったらいつでも変えてくれていいですからね。うん、ユキちゃんに日和って呼ばれたらそれも嬉しくなりそうですね。ノノはロボットですから、もう本当にご自由に。ありがとうございます。いずれ変わるかもしれませんが、今はこのまま呼ばせていただければ。うん、はい。うん、遠慮がち勢の交流は丁寧だね。あ、それは遠慮しがちと遠慮にガチがかかっている、いわゆるジョークですね。いい分析だよ、にゃーちゃん。ねえ、ののちゃん、ののちゃんから見てゆきちゃんはどう？それはデータ的な意味ということでよろしいですか？感情的なものも含めてくれたらいいかな。うん、ゆきの様はとてもしっかりした方ですね。チームメンバーへの配慮は練習や試合の時にも生かされていて、メンバーをとてもよく見ていらっしゃる印象です。だね。スミカ様がメンバーの実践を信頼して任せるタイプ、ユキノ様はマネジメントとケアをしてくださるタイプ、そんな感じでしょうか？うんうん。感情的なところでは、ユキノ様は私たちロボットにもとても優しい方で嬉しいです。うん、やっぱりここで決めておこうかな。はい、じゃあ今日のボーカルトレーニングはここまで。ありがとうございました。お疲れ様でした。で、解散前にちょっとみんなに相談があるの。はい。大会参加した時、最初は私一人だったから、登録上私がチームキャプテンってことになってるんだけど、それを変更したいなって。はい。ヒヨリンは実際所長でリーダーだし、そのままでもいい気はするけど。私の案としては、チームキャプテンにスミちゃん、サブキャプテンにユキちゃん。ああ、主将にスミカの推薦は納得ですが、副将についてはサキさんは？実はサーちゃんにだけは事前にちょっと相談してたの。年齢もありますし、キャプテンとかは私の柄じゃないですし、私はプレイと得意競技のコーチに集中する方がいいかなって。サーちゃんはチームのエースってことで。なるほど。逆にユキさんに負担をかけちゃうかもなんですが。それは全然、とても光栄です。じゃあ決まりでもいいかな？いやいや、ちょっと待って、私は誰か疑問に思って疑って。スミカキャプテンでよくない？首相感はありますね。実際競技方面ではスミちゃんが仕切ってくれてるし、スミちゃんユキちゃんの関係もすごくいい感じだし、ダメかな？うわ、
いや、ダメではないんだけど、私はキャプテンよりはコーチとかマネージャーとかのタイプなんだよね。マネージャーはノノがおりますので。コーチは競技ごとに分担だし。ああ、まあ。ライズのリーダーは日和先輩のままだし、スミカは競技チームとしてのキャプテンって感じがいいんじゃないかなって。うん、スミちゃん、お願いできないかな。うわ、日和にその顔されると割と断れない。わかります、すごくわかります。まあ、ライズのリーダーでセンターは日和、そこがブレないなら。うん、わかりました。前原スミカ、ライズのチームキャプテン、慎んでお受けいたします。あ、私もサブキャプテンのお役目全力で務めさせていただきます。ありがとう。登録変更はノノがやっておきますね。よろしく。まあ、改めてよろしくね、ユキノ。ええ、スミカキャプテン。